4月29日、野茂は初白星をかけて3度目の先発マウンドに立った。相手は上田監督率いるオリックス。野茂は立ち上がりから三振の山を築く。この日はフォークボールがキレに切れた。落差のある野茂のフォークにバットが次々と空を切る。6回までにフォークばかりで9つの三振を奪って4番門田を迎える。カウントは2エンド2。ここでストレート。これで2桁10個目の三振。大量点に守られながら終盤になっても球威は衰えない。7回以降も奪三振ショーは続く。7回は石峰、藤井、8回は高橋聡、そして松永。これでなんと14奪三振。ルーキーの奪三振記録は15。あと2つ取れば新記録。ところが野茂は9回、そんな期待を上回る快挙をやってのけた。まずは熊野。これでルーキータイ記録。新記録まであと1つ。続く弓岡はストレート見逃しであっさり記録を更新する。そしてルーキー記録どころか当時の日本記録に迫ろうとしていた。最終打者福原を打ち取って17奪三振達成。阪急足立の作った日本記録に27年ぶりに並んだのである。まさに怪物ルーキー。野茂は初勝利をいきなりプロ野球タイ記録で飾った。ロサンゼルスドジャースタジアムにニューヨークメッツを迎えます。野茂にとってデビュー7試合目。ただここまで0勝1敗、防御率 3.82。 勝つチャンスはあったんですがなかなか巡り合わせが悪く、さあこのホームドジャースタジアム初勝利を目指してのマウンド。こちらがニューヨークメッツのスターティングラインナップです。1番のバトラーを中心に俊足好打のバッターが続きます。野茂は立ち上がり相手打線を三者凡退に打ち取る素晴らしいピッチングを見せます。バニアアドンディアンフィールドファンフィールドワンドシーライトフィールドしかし2回、先制のホームランを打たれます。その裏、ドジャースは同点に追いつきます。さらに6回裏、ドジャースは勝ち越しに成功。野茂を援護します。
8回のマウンド野茂英雄、ここまで2回先頭バッター4番のボニーアにホームランを打たれたその1失点だけです。さあこの回まず代打のオースラックを迎えます。解説村上正則さんです。村上さん、はい、まあ、ホームのドジャースタジアムやっぱり歓声も全然違いますよね。それは違いますよね。そしてまあ気候も非常にいいということもありますね。代打のオースラック、なんかこれ見てるとね、最初のゲームとねこのゲームとではね、なんかこうマウンドでの余裕というのが感じられますよ。やはりデビューして1ヶ月なかなか勝てなかったけれども、しかしここまでいろいろな経験をしても自信もこう少しずつね、つけてのマウンド、はい、背番号16野茂英雄。フォーク、見事な落ち、空振りの三振、ワンアウト。このフォークは最高でしたね、大変大きな落差でした。もう一度ご覧いただきましょう。これ胸のニューヨークというマークから膝ぐらいまで落ちますよ ね。ちょうどキャッチャーがミットを土に触るか触らないかの辺ですよね。さあ1番に帰ってバトラー、初球を打ってショートゴロでツーアウト。俊足バトラーでしたがツーアウトです。簡単に8回もツーアウトを取って2番サードのアルフォンゾを迎えます。さあ村上さん、この後のことを考えると、はい、今日は4番のボニーアにホームラン打たれてますから、はい、この回はここで抑えて、そして9回、そうしますとこれ完投ということも見えてきます。考えられますね。2番のアルフォンゾ、まあ、でもねこうやって見てるとマウンドで非常にそのなんか落ち着いた感じで投げてますよ。今日は3打数ノーヒット。ストレートのこの回来てこの走りはどうですか？いいと思いますね。今の高めなんですけど、あれキレが悪かったら前に飛んでると思うんですよ。アウトになったバトラーがこうして野茂の投球を見つめています。ここはフォークが少し抜けました。ホームのドジャースファン、もちろん願うのはこの背番号16の初勝利。内角のストレート詰まりました。ファーストのキャロスが取ってスリーアウト。8回も三者凡退野茂英雄、初勝利に向けて残すは9回のみ。野茂英雄。さあ9回野茂、この回もマウンドに立ちます。そして3番のブロネア、さあこのブローニャに対して第1球は内角。村上さん、はい、先ほどもちょっと伺いましたが、この後の4番ボニアですよね、そうですよね、打たれてますよね、ホームランを、はい、ですからこのブローニャを何が何でもアウトにできるかどうかですね。そうなんですね。それと心理的にですね、9回になってきてリードしてるでしょ、やはりここはなんとか抑えて完投したいなというこういう気持ちがすごく出てくると思うんですよ。今日ブローニャは3打数ノーヒットのもに対し、バッターもその野茂のフォークというのが頭にありますからね、はい、だからその速球に山を張るということがもうできないわけですよね。一応ドジャースのブルペンでは左側背番号38のトッド・ウォレル、クローザーの準備も始まっています。まあ、リードは1点ですから、万が一この後リリーフが出てくるとなると、これはもうトッド・ウォレル、そうですね、それ当然ですよね、いわゆるドジャースの勝利の方程式になります。まあ、初めて投げましたね、このバッテンね、今ストレートで押していって、ここでフォークを使いました。あとアウト3つで初勝利野茂。スリーボールツーストライクから低め外れてフォアボール、いいところでしたけどね。よくこのブローニアね、よく見ましたよ、はい、そうですね。さあノーアウトランナー一塁に出て、
ここで代走が送られます。そして4番のホームランを打たれているボニーヤに対する野茂ですが、ここでオルスピッチングコーチが来て肩を叩きます。まあ、でもこれはね、このボニーヤに打たれてますから大事を取ってということですよね。場内はスタンディングオベーション。ここロサンゼルスには多くの、日系人、そして日本からビジネスで行っている皆さんもいらっしゃいます。大変な声援が野茂に送られます。この後はもう抑えの切り札、守護神のトッド・ウォレルに初勝利を託す野茂英雄です。キャンディオッティ、そのチームピッチングリーダーも今ポーンとお尻を叩きました。さあトッド・ウォレルです。16試合目4セーブ、なんと防御率 0.00 ですね。そうなんですよ。そうなんですけどね、やっぱりウォレルもね、やっぱ野茂に勝たせてあげたいという気持ちはすごく強いと思うんですよ。だからいつものクローザーとのその気持ちがね、ちょっと若干違うんじゃないかと思いますよ。さあウォレル、ボニーやケントとアウトにしましたが、その後のハンドリーにデッドボールを与えて2アウトランナー2塁1塁のピンチで代打のセギーに対します。村上さん、先ほどおっしゃったように、はい、ちょっとやはり普段と違いますかね。それは違いますよ。なんと勝たせてやりたいないという気持ちは強いと思いますね。はい。それにしてもいつも堂々としたこのマウンドさばきのトッド・ウォレン。ツーアウト二塁一塁、一打同点ピンチです。内角入った。今のはいいボールですよね。隣にバルデスがいますね。野茂の今胸のところで緊張してるかというふうにちょっと笑顔が出ましたね。野茂もどうしてもしてるでしょう。そうですね。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー二塁一塁、あとアウト一つ、守護神のトッド・モレルがあとアウト一つすれば野茂メジャー初勝利。セカンドどうだ、レシーブ取った、一塁は一塁はアウト、ケアロスが取ってスリーアウト。野茂苦しんだがようやく初勝利。苦しかったこの1ヶ月、デビューから1ヶ月、ホームのドジャースタジアムで見事な初勝利です。ラソーダ監督が称えます。村上さん、はい、本当に素晴らしいピッチングでしたね。今日は本当ですよね。こう言っちゃなんですけど、私からもう30年後ですからね。村上さんの勝利から30年後の野茂メジャー初勝利、見事なピッチングでした。ドジャースタジアム、ものすごい歓声です。